秋はもともとあんまり人がいないから、うん、特にそんなに心配はしていないと。やっぱ誰も入ってないからやっぱ不安はあるけれども、やっぱ誰かが行くことによってもっとみんながエベレストに今は危険だと思ってるけど、うん、興味を持ってくれたらいいなと思ってるって、うん、まあ一つは無理をしないっていうこと、うん、だと思うと、あともう一つやっぱ一人だからリスクはすごく高いので、まあ、天気とかいろんなものを見て登ることも重要だけどちゃんと変えるってことが意識することは大切かなと思う。経済回らなきゃいけないし、東北の震災の時もたくさんやっぱ観光で人が来て、やっぱ経済があったら初めて復興するから、やっぱその山は変わらないから早めに来た方がいいと思ったって。 もちろん怖いけど、僕は自然の一部も怖さだと思うから、それを学びながら登っていくことに価値はあるし、それを伝えるのが仕事だと思ってる。特にそんなないかな、まあ、靴の紐は結びづらいとかはあるけど、普段ちゃんとご飯食べれるとか友達に会えるとか、何気ない生活がありがたいんだなっていう、それが当たり前じゃなくてありがたいんだなっていうことを感じるようになった。下クレパスになってんだ。でも諦めないです。強すぎてこれ以上は。風が強い。